はい、おはようございます、皆さん聞こえますでしょうか、ODML モーニングライブ第9回となります、本日は先ほどちょっと流してましたが雨です、本日はというかずっと雨ですね。そして皆さんの心にも雨が降っているかもしれません、昨夜の、ワールドカップ日本パラグアイ戦、見事に PK で見てない人にいたりして負けてしまいましたが、まあ今日は気を取り直してやっていきたいと思います。早速ですが今日ですね、ソフトバンク Wi-Fi 活用編ということで、まあ僕らの持っている ODML というツールをどんどんこれから会社の外で使っていこうというふうに思ってるんですけども、そのために必要なことは何かということも踏まえてやっていきたいと思います。画面を切り替えまして、お、左の方に誰か映ってますね。久しぶりです。杉山さんです。おはようございます。皆さんお声聞こえますでしょうか。ちょっとねボリュームのバランスがよろしくないみたいで、若干僕の声の方が大きいというふうに思いますが、杉山さん身振り手振り、はい、大きい声でよろしくお願いします。後ろに壁に、はい、プレゼンテーションがありますけども、これをまあ2人でこう茶化しながらやっていきたいと思ってます。あ、これと杉山さんの声聞く顔が消えるのね。俺は参った。はい。ちょっと出しとこう。はい。ソフトバンクの Wi-Fi スポットっていうのがありまして、これ、電波改善宣言、というサイトがあります。ことの顛末をお話しますと、まあ、おそらくはですね、ソフトバンクさんがこれから販売されるいろんな Wi-Fi 携帯、それからもちろん iPad、それから iPod Touch。お、これは杉山さんが手に持っているのは何でございましょうか。じゃあちょっと拡大したりして iPhone4 でございます。そうですよねこれね、何が違うんですか、はい、これ今日の話に関係ないです、ね、やっぱ画面綺麗ですかね。これで分かんないけど画面全然綺麗ですね。画面の綺麗さは iPad より綺麗ですね。いいなぁ、まあ、iPad 見にくくなるぐらい綺麗です、ね、ちょっとそれはショックですね。あんなに綺麗だと思った iPad が文字がにじんでる。非常にショッキングな話題から入っておりますが、はい、ということで、まあ、こういったデジタルデバイスをさらにこうインターネット環境を使わせたいということがあるのだと思います。で、今年の3月22日に僕が孫正義さんとチャットというかツイッターで絡んで、全国の歯科医さんに、無料の Wi-Fi スポットを作りましょうねって書いたら彼がやりましょうと答えたというのは実はこれだったということですね。でもちろんこれは歯科医だけでなくて、いろんな店舗、会社に、ソフトバンクが無料でどん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 、無線の Wi-Fi ルーターを配っちゃうということが、宣言され、今年の5月10日から申し込みが可能。今も申し込めば、だいたい3日ぐらいで送ってくるというふうになっているサービスですね。これをちょっとずつ、広めていければいいかなと思っています。ちょっと後ろの方に書いたんですけども、ODML を出先でも利用したいというふうに僕らは思っているわけです。で、例えば iPad の Wi-Fi モデルで、あちこちで使おうと思いますと、当然そこに Wi-Fi を経由してインターネットにつながってなきゃいけないということになるわけですが、まあ 3G を買えばいいんですけどね。でも 3G って結構毎月3,000円ぐらいかかりますし、スタッフお持ちの方は、マイク遠かったですね、はい、スタッフお持ちの方はそれだけで毎月の費用になると思いますので、どうしても Wi-Fi の方が経費としてはランニングコストが安いという側面があるかと思います。営業先に Wi-Fi が飛んでればいいじゃねえかという話ですよね。で、僕らで言うと、歯科医さんを回ってる仕事なわけですから、全部の歯科医である必要はないんですが、1日例えば15件回るとして、例えば3件くらいの歯科医さんがこの Wi-Fi に入ってくれてれば、僕らはすごく仕事がしやすくなるんじゃないかなというふうに思いまして、こういったことを僕らの口から歯科医さんに進めていければいいなというふうに考えた次第です。実際にはですね、このソフトバンクさんが Wi-Fi ルーターと、でもし Wi-Fi ルーターだけじゃなくて ADSL ブロードバンド回線も欲しいという場合には、それも無償で提供してくれるということですね。実際杉山さんがすごく早くお申し込みをされたんですけど、すぐ来たんですよねこれね。3日後に来ましたね。3日後、やっぱ審査とかないですもんね、何にも。まあ、3日のうちにしてる風には見えないですね。うん。もう今申し込んだらいただけるという感じはありますね。まあ、こういったものを利用していくのも手かなと。
で実際これ歯科医さんからすると、なんでお前のためにこのも電気代かかるのにおかんといかんのじゃという話になるかもしれませんが、まあ本来はですね、僕らが使いたいということよりも、この患者さんが自由に歯科医でネットアクセスできるというところが最も大きなメリットになるかと思います。まあ、現実問題ですね、歯科医さんでどれぐらい の待ち時間が発生するのかっていうのは、まあ個々それぞれかと思うんですが、やはり今、例えば自費診療マイクロとか使いますと、本当に半日ぐらい歯科医さんでお過ごしになる患者さんも多いかと思いますし、まあ、逆に、診療時間をすごく伸ばして、早朝から夜まで、あるいは休日までというところで、予約なしでされてらっしゃるっていう歯科医も増えてきているかに思います。とどうしても待合室での、お待ちになる時間が増えるかな。あすいません、iChat が落ちましたね。大丈夫かな、というところも増えるかと思うんですけども、まあ、そういったことにも対処できるというか、まあ、安心して患者さんが歯科医さんをお選びになれるということにもつながるかと思います。で非常に、まあ焦ってるわけですが、 iChat が落ちましたね。はい、もう一回、杉山さん聞こえる？はい、あ、来た来た来た、復活しました。ごめんなさい、なんか iChat 落ちました。はい、で iPad、実際歯医者さんに来る患者さんが iPad を持ってくるかっていうと、まだまだそういうことはないので、歯科医さんが例えば iPad1 枚5万円弱ですが余計めに買ってもらって待合室に置いとくっていうこともこれからあるかと思うんですよね。そうするとそこに、どうやってブロードバンド回線でインターネットを飛ばすかということは、まあ、これを使えば考えずにいっちゃうということができると思います。今まだサービスというのは非常に少ないですけども、今後歯科医さんの待合室にいらっしゃる患者さんに向けてのインターネットサービスというのがどんどん立ち上がってくるように思いますので、そういった時には非常にこれが、力を発揮するというふうに思います。また、歯科医さんも、まあ、ビジネススポットであるわけですので、出入り業者、まあ、僕らそれから、外注ラボさんですね、で時にはメーカーさんもおいでになります。もちろん保険屋さんも来れば、看板屋さんも来れば、いろんな方々が歯医者さんに来られるわけですが、彼らとの商談の時間を非常に短くし効率をアップするっていう効果もやはりあると思うんですね。まあ、僕らで言えば、材料の注文を来た、その人たちが従来であれば1日回って夕方に受注処理をして翌日の発注になるんだけども、歯科医さんが Wi-Fi スポットでインターネットを提供していればですね、その場で、注文ができてしまうということもこれ現実に起こりうると思います。そうすると非常に納期なり見積もりなり、あるいは問い合わせ、いろんなものが早くなると思いますので、まあ、歯科医さんがメリットがないよって今のところ思いになるかも分かりませんけども、必ずや今後は電気ガス水道と同じくですね、こういったものはあった方があるだけいいというふうになっていくんじゃないかなと僕は考えておりますね。杉山さん、あ、そうだ。で実際の申し込みというのはちょっとデモっていきたいと思います。まず、インターネットブラウザを立ち上げて、電波改善宣言という名前で検索をします。ちょっとネットがありますね。 OK、 ここに、電波改善宣言ってここに今 見づらいですけどね、ここに、はい、入れました。でこれでクリックしますと、これ Google 用ですけどこんな風に出てきますので、なぜか2行目なんですね。1行目はニュースなんで、この電波改善宣言ソフトバンクというところをクリックします。そうしますと、はい、こういうページに飛んでくるということです。でこのページに皆さんお飛びになられましたら、どこかと言いますと、一番下です。ぐる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 、この4番目の Wi-Fi ルーターというところです。ここが、申し込みのページになります。で、ここ、詳細お申し込みはこちらってありますので、ここをクリックさせます。で、これは、歯科医さんに行ったときに僕らがやってあげるといいと思うんですよね。まあ、それが合法的かどうか分かりませんけど、僕らの会社でやるのは良くないと思いますが、行った先で先生にどうでしょうということで、先生、やってみましょうということをやるのはいいかなと思います。ここにいろいろ書いてありまして、申し込みっていうところがありますね。ここをクリックいたします。はい、で、ここに出てきますので、ソフトバンク携帯の電波の改善をご希望ですか、それとも Wi-Fi スポットを増やしたいですかっていうから、こっちですね、ここを押します。はい、そうするとここにいろいろ書いてありますので、ここが Wi-Fi ルーターのみを申し込む場合、こちらは Wi-Fi ルーターにインターネット回線もつけたい場合、
今歯科医さんにインターネット回線がないと、あるいは専用で1本引いておきたいという場合にはこちらですね、すでにある回線に無線ルーターだけをつけてそこから電波を飛ばしたい場合はこちら、まあ、多くの場合はこちらかなと思うんで今回はこちらで、はい、そうしますと、法人名義の Wi-Fi ルーターの申し込み入力を済ませて書いてますので、まあ、これ法人というのは別に医療法人という意味ではないと僕は思います、はい、で次へ、でここからですね、ソフトバンクの契約ありかなしか、多くの場合はなしだと思います。法人契約されているところはあるんですけど、歯科医さんでソフトバンクの法人契約ってあんまり聞いたことないんで、こちらですね、契約なしで、ちょっと今見えないですけど、ここに次へってありますので次へを押します。はい、そうするとここから契約者情報を入れます。医療法人なんとかとか、その法人格なしで、なんとか歯科医院カタカナで入れる、代表者、代表者の名前かな、電話うんぬんかんぬんで、担当者は多分同じお方ですね。で次へ、あともこれをずっと繰り返すだけなんですね。若干うるさいですね、神奈川全角だ、平仮名カタカナだとかってですね、住所の一丁目が全角じゃなきゃいけないとか、ちょっとうるさいこと言いますけども、まあ、うまくいきますと特に困ることもなく、何か証明書を出すということもなく、素直に終わってしまいます。で最後に完了しましたとなりますと、申し込みが完了するという一連の仕組みでございますので、まあ10分程度お時間があれば、この全ての申し込みが終わるという感じですね。杉山さん、実際歯科医さんでこの作業されたことあると聞いたんですけど、そんなもんですかね。ありますね、はい、もう10分15分ぐらいで OK、申し込みの方ですよね、うん、はい、終わります、ね、了解です。で次に3日ぐらいするとこのフォンが届きます。杉山さん、フォンをちょっと見せてもらって、はい、はい、これですね、はい、こういうこれぐらいの大きさの、これが無線ルーターと呼ばれるやつですね。このフォンのルーターが届いたら、まず、電源とネットワークケーブル の後ろに口がありますので、それをちゃんとつないでください。電源だけつないでも無線は飛びますけど、インターネットは入り口ありませんので、このこれですね、ケーブルちゃんとつないでもらって、そのケーブルの先がインターネットにつながらないとダメですよね。で、それあとはこう PC などでフォン設定ソフトバンクって入れて、さっきみたいに契約するとですね、検索するとですね、ここで、ソフトバンクって入れて、ここに、フォン設定なんて入れますと、こういうページに来ます。ここにソフトバンク Wi-Fi スポット設定方法についてって1行目に出ます。ソフトバンクフォン設定、この3つのキーワードで検索するとこういうのが出てきますので、もうここに全部書いてます。 iPhone の場合はこう、 iPad の場合はこう、 iPad Wi-Fi の場合はこうやって入れますよというふうに出てきまして、下にこの動画があります。だいたいこの辺の動画を見ますと、非常に分かりやすくそれらの説明が音声動画付きで出てきまして、まあいい時代になったなと思うんですが、我々の歯科業界もこうありたいなと思うわけですが、非常に簡単に説明が聞けますので、ちょっとややこしいのです、ね、フォンルーター簡単設定、これメールを送るのが必ず携帯メールからでしかダメだっていう縛りがあったりして、かつ携帯メールの場合は、それドメイン規制してたりなんかして、その辺がこうネックなんですけど、まあうまくその辺はちょっといろいろ聞いてください。必ずできます。で最後に、メールでその許可をもらって OK と押しますと、ブラウザが立ち上がって、そこに、ソフトバンクから例えばもらっているフォンの、暗証番号を入れるとつながるという話ですね。杉山さん、それでよろしいですか。そうですね、はい、これ法人の方で申し込んできたものなんですけど、これが、今回 iPhone に事実上無償添付されてたもので、全く同じなんですね。おそらく iPad の 3G 買った人もこれを手に入れてると思うので、同じものなんですけど、違うやり方がどうも書いてあるようなので、ちょっとその辺も少しややこしくなってるのかなと思いますけど、基本的にはパソコンからでもできますので、はい、はい、ということで、まあ大体こういうこの2つの作業をすればできちゃいます。ぜひですね、このより多くの我々の営業先の歯科医院を Wi-Fi スポットにしちゃってください。
まあ、第一義的には先生方のお役に立てると思います。今はどうかっていうことはさておき、これからどん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 そういったサービスが立ち上がってきますので、本当に情報をね先にお渡しできれば僕らもいいかなと思ってます。でもちろん僕らもすでにこういうデバイスを使える時代になってきましたので、よりスムーズにスマートに先生方にこう情報を提供したり、あるいは問題点を解決したりするときに、そういったこうスマートなやり方をやりたいので、そういうためにもですね2つの意味でこういったことをできていけばいいなというふうに思う次第です。よいしょ、はい、ということでですね、ちょっと今回はもうあっという間に時間で、なかなか表面的なことに終始してしまったわけですが、これねやった方がいいです。何の根拠に言ってますけど、今頑張って iPad4 ODML4 iPad 開発に今かかろうとしてますので、今ね、スキャンしているのは全部 PDF にしてますので、現実に今新しい情報はこの iPad でお使いいただけます。 3G タイプを買えば本当にどこでも使えます。 Wi-Fi の先を増やせばこの Wi-Fi 先に4万8000円買うと毎月の費用はただというもので実際使えるようになりますので、今でもだいぶ使えるんですが、今後どん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 これを充実させてもっと使いやすいタイプに作っていきたいと思いますので、まあそのための準備という意味も含めましてですね、ぜひこのソフトバンクの Wi-Fi ルーター無料提供をうまく活用していければなと思っております。時間が来ちゃいましたので、次回ですけども、来週の水曜日、現在、その頃僕大阪にいるはずなんですけど、大阪の某企業と鋭意交渉中でまだ返事が来ませんが、多分そこからやると思います。例によって出演者を募集しております。今回ですね、杉山さんちょっとかなりお忙しいところ無理して出ていただいたんですけど、ちょっと音声が小さかったりして、はい、もね、2回とも音声に難ありというふうに言われてますけどね。そうですね、今後の課題。杉山さんもね、Ustream の、ソフトをダウンロードされましたので、どっかで彼自身の放送が始まることを期待しております。頑張ります。Twitter ですけど、よくホテルにであるようなネットを開いたら最初に自動でホテルの HP ホームページにつながるようなことが歯科医院でも活用できればいいです。あれはリダイレクトって言いましてですね、最初につながった時に強制的に自分家のホームページに飛ばすっていう技はできるかな、できると思う、ね、できんじゃないかな。まあフォンもそうですよね、最初につないだときに強制的にフォンのとこに認証に行かせますんで、ちょっと調べてみます。もう一方、九州から、二人とも九州だな、二軒の歯科医にフォンを入れてもらいました。すでにもう実績があるわけですね。ぜひね、そういう感想とかまたツイッターの方に書いていただければ、皆さん見てください。ということで、お時間ちょっと過ぎちゃいました。第9回になりましたけども、大雨、梅雨の本当によく降ってますけど、大雨の中、皆さん心に涙を降らした昨日の戦いの後にですね、第9回をお送りいたしました。また来週お会いできればと思います。皆さんどうもありがとうございました。杉山さん、ありがとうございました。